見失った地点を元に考えると残るはこの辺りしかないと思うけど。あれ、あそこにいるのマークスさんじゃない？すぐそばに龍馬もいるぞ。おーい龍馬！待って、様子がおかしいわ。どうして何も言ってくれないの？マークスお兄ちゃん、エリーザだよ。危ない！なんで攻撃してくるの？わからないけど止めるしかない。あの二人を相手にするのは危険です。砦を制圧し退路を確保するべき。ミッション開始です。二人を相手に正面からぶつかるのは得策じゃないね。太陽が開けましたね。さあ次の砦に急ぎましょう。すら破れぬことは口ほどにもありませんね。敵の造園です。マクベス、さてはお前の仕業だな。アンヤ王国の恥さらしめ、生かしてはおけない。愚かですね。私が何の考えもなく姿を晒すと思いでしたか。敵の増援です。遠距離攻撃を受けています。何？雷か。僕たちの動きを把握できる場所に雷を降らせる魔導士がいるみたいだね。どうしたのですか。ほら私はこちらですよ。ここで死なせて差し上げましょう。アイヤ王国一の軍師マクベスの力、とくと味わうがいい。ここは一度聞かせていただきますよ。やりましたね。待て、マクベス、逃げるのか。逃げる、これは戦略的撤退というのです。慌てずともすぐにお相手いたしますよ。通れません。闇の壁を作り出したか。魔導士を探して倒せば消えるはずだよ。あなたたちは、それにヤクヤとアイヤの皆さんも。敗北条件変更です。いいですか。術が解けるのも想定内で。さあ兵たちよ、彼らを始末なさい。ミッション成功です。通れるようになりましたね。壁が仕方ありませんね。私直々に出るとしましょうか。いい加減に観念しろよ。ここをあんたの墓場にしてやる。カムイを苦しめた子がどれほど悲惨な末路をたどるか教えてあげるわね。
やつって、やつを包囲しろ。せいぜいやってみることですね。見せてあげる。やりましたね。本当に見事な武勇だな。お前は敵に回したくないものだ。ちょっとやりすぎだったかな。これは私の意志では、私も命令されただけなのです。俺たちを操り、兄弟たちや仲間を害しようとは、下道め、許さんぞ。貴様の虚言など聞く価値がない。誇り高きアンヤの王子として貴様を討つ。ミッション成功です。それは無理なお話ですよ。あなた方は私に追いつけませんからね。光と闇、相入れぬ我らとて一時矛を収めることはできよう。ああ、兄弟を守り国へ帰るためにな。リョーマ兄さん、マークス兄さん、二人ともありがとうございます。一緒に力を合わせましょう。ああ、